今治市で福祉事業所を運営する社会福祉法人サイン。社会参加、自立や就労を目的に引きこもりへの支援と障害者への福祉サービスを展開しています。自分に合った職場で働きたい人や働くために必要な知識を身につけたい人など、就職を希望する人たちを対象にした多機能型事業所パドルでは、期限を設けず就職に向けた支援を行い、利用者の社会参加、社会復帰を目指しています。ここでは事業所内での軽作業や実習のほか、食品関係やタオル関係、運搬、清掃など地域の企業での施設外就労にも取り組み、働くために必要な力を身につけています。障害者の方や引きこもられている方に対して、やはり地域でですね、楽しくと言いますか、普通に一般的に暮らしていく、で地域で働くっていうふうなことを、コンセプトに今まで支援してまいりました。今をですね、支援させていただいてるんですけども、今っていうよりもやはりこの先、今後のことを考えて支援していくっていうふうなことを常に意識しております。こちらのパドルの方は、もうほとんどのご利用者さんが就職っていうふうなことを目標にされておりますので、それに就職っていうふうなことを考えますと、やはり地域の会社様で直接作業させていただいて、より就職した時の環境下に近い形で訓練をしていくというふうなことに力を入れております。結果ですね、今どんどん就職者の方も出せておりまして、で何よりですね、今定着率の方がどんどん上がってきてるっていうふうなことで、本当にこれは我々支援員だけでなくですね、地域の会社様のおかげでございます。あくまでうちの事業所はもう通過点だというふうなところで、もちろんその就職した後もフォローはしていくんですけども、いつまでもここにいるんじゃないよと、ここは本当にあくまで通過点ですよっていうふうなことを、常日頃から、言っている次第でございます。地域で働く、地域で暮らす、地域を楽しむというふうなところでですね、当たり前のように地域で、生活がしていけるように、我々今ご支援させていただいてるんですけど、やはり地域の皆様のご理解とかご協力っていうふうなことがですね、重要になってきます。でそれを地域の方に向かってどんどんその障害者の方の、特性であったりだとかっていうふうなことを発信していくっていうふうなことも、我々の本当に大きな、仕事かなというふうには思っております。集い場だんだん、介護保険を使わない託労所です。代表の安持雅子さんの自宅を増築して作った集い場だんだんでは、自分がしたいことをして過ごすを基本として、歌を歌ったり、お茶を入れたり、おしゃべりをしたりして過ごしています。皆さんの生活を、普段の生活を支えるっていうことに重点を置いて、デイサービスではないリハビリとかを特別するわけじゃなくって、生活の中でリハビリができるような場所、みんなで喋って食べて出してお風呂に入ってっていう、で行きたいところに行って食べたいものを食べてやりたいことをやってっていう場所です。認知症の人だけではないので、いろんな方が透析をしている方、統合失調症の方、ご近所さん、いろんな方が来られるんですけど、みんな一緒だよって、同じように今この世界で生きてるっていうことを大切に、壁を作らずにみんなで笑い合って助け合って生き合っていけたらいいなっていう思いでいます。
食事の準備は利用者も協力して行います。前側に手すりのあるトイレや麻痺の人でも入れるヒノキ風呂を備え、利用者の日常をサポートします。獣医師でもある代表の安持さん、敷地内でミニブタやヤギ、鶏を飼っていて、動物たちは利用者の癒しの存在です。すごく似てませんか？集い場だんだんの裏にある畑では、安持さんの夫の母が野菜や果物を育てています。畑で採れた作物はだんだんでの食事の貴重な食材として使われています。だんだんはここの畑があってのだんだんやもんね。一人だけね、私は両方ね。そうそう、じゃがいもと玉ねぎが今いっぱいあるよね、作ってくれた。ええとこよ、わかる？ええとこ。ええとこよ。思わず、ここから手術して、でも全然泳げなくなったんで、ものすごく寂しかったら、79歳の時に、カロカハマで泳がしてくれたんですよ。泳ぐのが夢やってね。夢だって、夢叶えてもらって、私にしたら夢を叶えてくれるとこなんです。介護ってどうしてもこうする側される側って分かれてしまいますけど、そうじゃなくって一緒にする、一緒に生きていくっていうことを一番大事にしています。こんにちは。はい、こんにちは、暮らしの相談支援室です。私たちが行っている事業をご説明します。よく寄せられるご相談は、どこに何から相談したらいいかわからない、収入が減って生活が不安定、働きたいけど一歩を踏み出せない、このようなお困りごとをご本人様と一緒に解決するお手伝いをしています。自立相談支援事業では、生活に関する不安や悩みを広くお伺いし、ご本人と一緒に考え、解決のお手伝いをしています。特に今年度からは、新規事業として、家計改善支援事業と就労準備支援事業が加わりました。家計改善支援事業では、生活費が足りない方、滞納がかさんでいる方などの解決を、家計改善支援員がお手伝いしています。就労準備支援事業では、仕事をしても続かず自信が持てない方、そもそも社会に出ること自体が不安な方などの自立を就労準備支援員がお手伝いしています。望む生活は一人一人様々です。生活、仕事、お金など皆さんのお困りごとも人それぞれ異なります。ご本人様のペースに合わせて問題点や課題を整理し、自立に向けたきめ細かい支援を行います。お気軽にご相談ください。暮らしの相談支援室でした。